どうもこんにちは、なっちでございます。7月の10日です。昨日ですね、7月9日アルバトリオンがね、モンスターハンターワールドに配信されまして、いやー手強くなってます手強くなってますってことで、ね、僕もね、モンハン久しぶりに、最近やってなかったんですけど、やりまして、はい、やりました。初見ではないんです。ただまあ今回はね、ソロで勝ちたいなっていう動画です。で、多分この動画をね、見てくれてる方はパズドラをね、やったことがあるよっていう方が多いと思います。僕のね、チャンネルなんでね。ピンポンピンポンピンポンじゃないよ。遊びストアからなんか届きました。はい、ということで話を戻しますと、パズドラをね、やってる方が多いと思います。で、パズドラにアルバトリオンいるじゃないですか。でもいなかったんですよ、本編に、このゲームに。まあ、なんでね、本編のアルバトリオンはどんな感じなのかなっていうのを知ってもらいたいっていう動画です。そんなにモンハンがめちゃくちゃうまいとかね、そういうわけではないので、私なので、アルバトリオンかっこいいなっていう感じで見ていただければなと思います。まさかのアルバを狩るのにアルバの武器を使うっていうね。まあでもね、これが一番ね、なんだろう、楽というか、僕そのメインで使ってる武器が体験と、棒眼なんですよ。まあヘビーライトなんですけど、アルバって属性じゃないとダメなんですよ。で、体験の属性値っておまけ程度なんで、しかもソロで体験だと多分相当ね、隙がないというかさ、貯める暇がないと思うから、今回ね、棒眼を探した結果、こいつが一番良さげだったんでっていうことですね。はい、ってことでいきましょう。そう、まだソロで勝ったことがないんで、どれぐらい時間かかるとか、ターゲットが自分しかいない場合はね、どれぐらいカオスになるのかとか、その辺は全然分かっておりませんので。攻撃すればアルバトリオンの力を抑えられそうです。さあ行きましょうか。力の抑制はできなさそうだな。ドーピング、ドーピング、よし、行きます。今回は青スタートなんだね。クエストごとにね、違うんですよ、属性が。なので今回はまずは火炎弾を撃っていきます。なんで納刀した？転身来といて、ぶっ飛ばし狙いたいんですけどね、このちょっとモリモリした壁じゃないとね、ぶっ飛ばせないんですよね。だからこっちに呼んで、角振って張り付いて、回転させまして、ここにドンです。一人だとこれができますね。呼び寄せれますね。よいしょ。でもひたすらね、頭とね、尻尾から貫かしていく感じでやっていけばいいと思う。無理にも羽とかは狙わない感じでいきますね。まあこう横から狙う分には羽はいいんだけど、なるべく正面からやっていきたい。これは外から打ちに来るパターンね。まあある程度ね、行動はね、2、3回やっただけなんですけど、把握してます。あんまりね、過去作と変わってないんですよね、動きはね。グラフィックこそ大幅に上昇しておりますが、昔のアルバをやったことがある方は割と立ち回りがしやすいと思います。危ない。あんまりこう調子乗って連射してるとね、相手の攻撃に間に合わないとかありますから。死なないことが第一なんでね。はい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 、避けていくよ。で、このね、地面に生えてる氷がね、アルバの攻撃を受けると爆発するっていう厄介なシステムになってるんで、あれもちょっと注意しとかないとね。障害物ってよりかはもう一種の攻撃と捉えておいた方がいいです。あぶねえ。ちょっと装い脱いときたい。ちょっと待って、通常ダウン打ってる、通常ダウン打ってる。縦縦横横なのか分からんけどあれ狙ってるんだな。なんか縦横とか法則あるかと思っていたんですけど、
道を狙ってたんですね。個人的にはね、ケツからこうね、弾通すのが一番楽しい。深い意味はありません。ケツってよりかは尻尾っていた方がいいですね。おい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 、はい、単発のやつか、よかった。ちょっとじゃあ飛躍を飲みまして、危な危な、その氷がね分かりにくいのよね、炎のブレスとかと違って。降りてこいや、ランナーとはいえ狙いにくいんじゃい。ひるむけど降りてこないやつ、ひるむなら降りてこいって思うやつ。怒りが溶けていく。これは怒ってないと2回です。この辺もねちゃんとね過去作通りっていうね、ちょっと嬉しいですね。一応石ころ拾っとく。ちょっとクラッチひるみでもしてくれんかな。傷もつけたいよね普通に。転身来た時にゴリ押すべきかな。さあ属性が変わりました。この時は氷結ちょっと打っていこう。このね弾をやっぱね変えれるっていうのがねこの武器のいいところで、やっぱソロでガンナーで来るとどうしても弾がね切れちゃうんでね、たくさん弾が打てるこの棒眼非常によろしい。なんか7かなんかの棒眼もできるみたいですけど、まあアルバのこのアルドミナがあることに越したことはないですね。それ広がるんだよなそうやって。これ大丈夫大丈夫大丈夫か。なんかそのブレスにも広がり方が何通りかあって、地面見れば分かるんですけどね、見た後では遅かったりします。いやーそれ当たっちゃうかこれ。あんまり飛躍飲んでるとすごい大技があるんですけど、その時に困るんで飛躍はなるべく控えめていきたい。これさ、怒ってない時は先行聞くみたいな話聞いたんだけど本当？ダメですね。降りるんかい。危ない。このブレス非常にね安全というかありがたいですね。一応ほぼ真横にも来るんで怖いんですけど、まあ隙がすごくある。ガンナーにとってはもってこいの時間ですよ。このブレスもありがたい。あでも氷が発生するから結果的に後々めんどくさいかも。そうこれなんならもう潜り込んでこれ起爆榴弾置いちゃう。いいよ、初めて見たな、その大きく押され込まれていますっていうの。ちょっと滅榴弾を撃っちゃおう。今何竜モード、竜だよね多分。そう滅榴弾もねこれね速射できちゃうんでね、優れものですよね。属性ライトの頂点みたいな感じの性能しています。嘘だろそこで間に合った。よいしょ、ジャッジメント来ねえな。なんかあれ6分間隔ぐらいとからしいんですけど、やってこないですね。攻撃アップナイス。来ましたね。これ音がなくなるんですよ、かっこいいよね。回復の準備をしろ。でも大きく抑え込んだってことは、あでもまあまあ受けるな。飛躍1個で済むぐらいか。
で、あなたは何属性になったんですか？炎ですか？炎っぽいな。じゃあ氷結弾を撃っていくよ。これは潜り込む。ほい。これね、後から広がる感じになったの助かりますよね。このブレス、昔は確かいきなり竜巻が発生する感じだったんで。そのね早すぎるんだよお前、どう考えても。弾撃ってたら手遅れみたいな時あるよね。いいぞいいぞいいぞ、ハムゾーン狙っていけ。ハムゾーンには悪いけど、ハムゾーンを狙っててこっちにケツを見せた時が一番の狙いどころですよ。これは外からパターンね。危ない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 。そう、この装備ね、回避距離があるんですけど、回避距離やると結構楽ですね。範囲が広い技が多いんで。オッケーオッケー、順調順調。てかソロだとだいぶこの力を封じ込めるのが早いですね。なんかてっきりもうこいつもベヒとかさ、ムフェトみたいにマルチ用で作られてんのかなと思ったけど、ちゃんとソロ用の倍率もあるんですね。だから下手に野良で失敗するぐらいならソロでやった方が成功率高いんじゃねっていう説もあるよね。ムフェトとかさ、ベヒはね体力変わんないからどうしようもないけど、あー使っちゃうか。もうちょっとこっち来てくれます？ぶっ飛ばしたいな。あ、飛んでくれたらもうね、それはそれで解決ですよ。飛んでるともうぶっ飛ばし楽ちん説ない？これで突き落としてやればいいんで。ほらこっちの方がいいよね。飛んだ時はチャンスですね。さあケツから通していけ。ケツから氷結を、ケツを凍らせろ。ちなみに頭破壊は流属性モードの時しかね破壊できないんで、あんまり必要以上にこの状態で頭を狙う必要はありません。噂をすれば竜属性、一応滅竜弾を装着。おい、どっちが足りない？火炎弾打つか。氷結は結構打っちゃったよね。狙ってるねこれ、やっぱりなんか縦横斜め。お、ハムゾウくんが寝かしてくれました、ありがとうございます。まあちょっとぶっ飛ばしはできそうな場所ではないので、頭今いけるか。寝起きドッキリといきましょうよ。これやってメス銃弾いきます。ダメージ入ってる言うてそんなによね。あ、いいねいいねいいね、ちょっと楽しいから撃ってるだけであってめちゃくちゃ効果的なわけではないんですけど。また色変わった？これ変わってないか。あ、それはつららね。つららがね、すぐ降ってくる感じじゃなくなったんですよね。ちょいちょい時間経過で降ってくるみたいな、ある意味いやらしい行動に変わっちゃったんで。一応影とかできんのかな、そんな見てる余裕ないんだよね。当たらなければそもそも当たるもんじゃないとは思ってますけど、むしろ当たったら運が悪いという攻撃でしょう。段差怖えな。このね攻撃がもう優しくてたまんねえ。
これはねちょっと広がってくるんで嫌なんですけど、単発ブレスはもう優しくてたまんねえ。さあこれはどっちだ、外からね。オッケーオッケーオッケー。ちょっと氷が邪魔だけど、この氷ね貫通するんですよ。ハンターでは壊せないんですよね。まあ、そのアルバの攻撃で爆発するだけあって、やっぱり障害物ってよりかは攻撃ギミックっていう感じですね。おい、これ嫌いなんだよな。ここだ、ちょっと調合が間に合ってない。これも避けてしまえばチャンスタイム。それはやばい、危ない。今のも回避距離あってよかったねってやつですよ。ちょ、はよ氷どうにかしてくれんかな。邪魔だな。弾がね弾かれないとはいえね。お、消してくれましたね。いいよ、もうそればっかやっといて。お、ジャッジメントですね。これジャーキーでもいけんのかな。一応飛躍食ってるけど赤ゲージだもんね。ジャーキーでもいいはずだよね。なんかこの特大級の必殺技をさ、ジャーキーでしのぐっていうのはちょっとアルバさん的にね、なんか逆に申し訳ないからさ、一応飛躍食ってるけど。ぶっ飛ばしたいな、位置がすごくいいな今。怒った。ただそんなにすぐ怒るってことはなかなかあなた来てるんじゃないの、限界が。避ける必要なかったね、潜り込めばいいね。これ嫌いなのよね、広がってくるから。危ないね。そのブレスもいいよ。でもあー最高最高、ハムゾを狙ってる時のこのケツ最高。いいねいいねいいね、ずっとケツ向けといてちょうだい。あ、でもこれは外から来るパターン。雷が降ってる間にもやつは動くので、それが厄介なんだ。ここだ、この時は若干隙があるけどね。よし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 、これ置いちゃって、ちょっと弾普通にピンチじゃない。でも言っても弾切れ起きそうじゃない。残り23発だけど大丈夫。これ属性弾しかほぼ撃てないんでね、この武器は。一応あの雷とかも持ってきた方が良かったのかな、水冷弾とか。スキルに強化はないものの撃てなくはないんで、弾切れするぐらいだったら持ってきた方が良かったかな。戻り弾が使えないんでね、弾補充ができないんですよね任意で。色が変わる、この時若干竜効くから、ちょっと節約も兼ねて滅竜でいきたい。いいね、隙を晒してくれました。ダメージ入ってんのがよくわかんねえんだよな。数字はすごいたくさん出てるけどさ、実際どうなのみたいなとこあるよね。顔面、顔面クラッチ、そして調合。もう氷結とか作れんもんな。なんか直撃したけどあんま痛くなかった。火炎の方が残り弾数はあるんで火炎を打っていくけど、転身がいけますね。転身来ますか。転身来て、でもぶっ飛ばしできねえもんな。お、そんなことを言っていたら怒りが解けたではないですか。
これ強いんで緊急回避で落とす、叩き落とす、ほら、あら、みんなやったな。この調査記録は永遠に残るはずだ。そう、これ BGM トライなんですよ。感動しません？トライやらトライ G やらやってた方はね、おって思う要素ですよね。なんかフロンティアではあったよね、こういう要素。まさかワールドでも起きるとはね。てな感じでございました。弾切れはなんとかしないって感じですね。一応保険で他の弾もあればいいかな。って感じ。とりあえず、ソロでやってみた感じ。まあ、まだ詰めれる箇所はあるかと思いますけど、全然勝てなくはなかったです。いや、むしろなんかマルチより安定説あるよ。ジャッジメントをもうほぼ確定で封じ込めれますから。いやー、指が痛い。もうなんかね、力入っちゃうんだよね、こういう強敵とさ、やるときさ、痛えよR2 押すボタンが痛えよ。はい、ということで、アルバトリオンはこんな感じでございましたと。まあ、これで興味湧いた方はね、ぜひね、モンハン買ってみてください。で、逆にモンハンやってるよって方はね、今後も配信とかでやっていくと思いますんで、ぜひぜひ生配信、参加型とかもね、あると思うんで、参加していただければいいなと思っております。ということで以上、アルバトリオン、ソロで勝ちたいよっていう動画でした。バイバイ。